はいどうも、バッシュです。ってことでね、ここ最近はですね、僕のチャンネルをご存知の方はもう知ってるかなと思うんですけども、パナソニックのルミックス GH6 というですね、カメラを購入しまして、最近はシネマティックショートフィルムというね、映像に凝ってまして作っておりました。まあ、このルミックス、GH6 が、一体ね、どういった映画撮れるのかとか、あとはまあ、操作の仕方とかをちょっと練習したかったので、ああいったね、動画、映像をね、作って、発表していましたけれどもね、今後もね、あの感じで、ああいったショートフィルムは作っていこうかなと思うんで、ぜひぜひね、時間がありましたらチェックしていただければなと思うんですけれども、今日はですね、こうしてね、ルミックス GH6 にこうやって、僕がね喋って登場するっていうのは初めてになるんですけど、パソコンの熱問題に関して話していこうかなと思います。はい。で、僕が使っているパソコンは iMac なんですね。で、 iMac を使ってるね方っていうのは、多くいるかなと思いますけれども、 iMac を使っている方は、必見かなというふうにも思います。はい。で、どの辺が必見なのかなっていうと、よく iMac を使っていて、動作がもたついてレインボーマークが出て30分ぐらいそのまんまでやっと動いたみたいな方ってね、いらっしゃいませんか？いると思うんですね。はい。で、そういった方にはちょっと、耳寄りな情報といいますか、はい。もしかしたらそれが、ね、改善されるかもしれないよっていう話をしていこうと思います。で、一般的な話になっちゃうんですけども、Apple のパソコン、まあ、iMac、MacBook Pro、MacBook Air とかっていうのは、だいたい寿命が5年ぐらいと言われてますね。はい。で、これは Apple のね、公式の方にもね、そんなようなこと書いてあったと思うんでね、5年ぐらい。で、その5年というのは、おそらく普通にネットサーフィンとか買い物をするとか、Excel、Word、PowerPoint 程度のそんなに負荷のかからない、まあ、アプリを使ってパソコンを使っている人であればもっと持つんじゃないかなというふうに思います。5年以上持つんじゃないかなと思うんですよね。で、それとは逆にクリエイター作業をしている方ですよね。まあ、Premiere Pro とか After Effects とか、まあ、Photoshop も入るかな。あとは、音楽アプリですよね。Ableton Live とか Pro Tools とかを使って音楽を作ったりとか、まあその他ね、映像とか、絵を描いたりとかいろいろあると思うんです。ゲームのプログラムしたりとか、とにかくパソコンに負荷をねかけて、仕事をしたり、趣味で行ったりしている人っていう方は、だいたいね、このアップル社のパソコンの寿命5年ぐらいというふうに言われてますね。で、実際、僕も、MacBook Pro というねパソコンを使っていて、今までね、いろんな作業をしていました。はい。で、まあ Premiere Pro とか Final Cut を使って映像の編集したり、 Ableton Live や Pro Tools を使って音楽を作ったり、ね、していたんですけど、やはりね4年目から5年目ぐらいでファンの音とかも急にねうなり出して、で、レインボーマークがよく出るようになってしまいましたね。エフェクターをね、音色の変わるエフェクトを入れたりとか、ね、あとは映像で言うと、トランジションとかね、ちょっとかっこよく、切り替わるトランジションっていうのがあるんですけど、そういったものを使ったりすると、非常にね、パソコンが重たくなってしまうということで、で、もうここ最近はもう全然動かなくなってしまって、レインボーマークが出て10分ぐらいね、パソコンが止まっちゃったりとかっていうのがあったので、iMac をね、2020年に購入しました。はい。で、僕の購入した、iMac っていうのは、なかなかスペックの高いもので、これはですね、レティーナ合計27インチ2020。で、プロセッサーが 3.6GHz、10コア、インテルコア i9。で、メモリーは 32GB。ってことで、なかなかね、iMac の中では、高いスペックのマシンを購入しました。はい。まあ、iMac Pro っていうのがあった、もう今ないんだけど、あったんで、まあ今後出るとかって噂になってますけど、iMac Pro よりは下がるけど、まあ iMac の中ではもうかなりスペックの高いものを使ってます。で、1年半、もうすぐ2年目ぐらいになるのかな ?3 年目か。もうすぐ3年ぐらいか。今2年目だもんね。なので、使ってました。2年ぐらい使って、
ていたらですね、まあ、動画の編集でエフェクトを使ったり、まあ、エイブルトン使ってネイティブインストゥルメンツのね、エフェクトを入れて音色を変えたりとかでやってるんですけど、やはりね、だんだん初期よりは、購入したての頃よりは動作が重たくなってきてます。はい。もうかよって思うんだけどね。日本人の感覚で言うと、パソコン5年っていうより7年から8年は最低でも持ってほしいなっていう感覚ありますよね。はい。なんだけども、この分でいくと本当に5年ぐらいで、なんか、動かなくなっちゃうんじゃねえかっていう勢いの感じがしてます。そこでいろいろと考えて、今日のね、この動画に至ってるわけなんですけれども、どうも、まあパソコンとかね、機械に詳しい人からすればもう当たり前の話になってくるとは思うんですけども、どうもですね、僕が、導き出した答えはですね、熱問題ですね。はい。で、パソコンっていうのは、まあ、この100ボルトで、大体100ボルト、Mac は100ボルトでね、電源供給されていて、その、電源を、エネルギーにして、中でね、いろんな、仕事をね、してるわけですよね、基板たちがね。はい。で、その仕事をしている時には、熱が発生して、で、その熱をね、パソコンの中に入れて置いてはいけないので、まあ、ファンというものがついていて、ファンがね、排熱してますよね。で、熱量が高くなればなるほど、そのファンがウェーンってうなってなって、その許容量を超えるとレインボーマークが出て、ちょっとパソコンが止まってしまうっていうような仕組みですよね。で、その、熱がですね、Mac の場合、まあ普通に Windows のパソコンでもそうなんだけど、かなり熱くなります。はい。で、最近はね、Apple で言うと M1 チップっていうのが、自社でね、作ってる、Apple 自社で作ってる M1 チップっていうのが、かなり良くて、熱もね、そんな出ない、ファンもそんなに回らないというね、噂がありますよね。まあ僕ちょっと M1 Mac を使ったことがないんでわかんないんですけど、でも僕の持ってるパソコンはインテル製の、チップを使ってるので、まあその分ね、なんか、まあ Apple の作っている、基板っていうのかな、中に入ってる基板との相性がそんなにね、とてもいいわけではない。なので、熱もね、ちょっと発生してしまうというのが、今の現状ですよね。で、まあその熱問題を対策するのに、一番いいのは、まずは部屋の中の温度を、まあ、低くするってことですよね。はい。で、これから夏になってきますんで、夏のね、暑い部屋の中で、まあ、28度とか30度とかね、ある部屋の中でパソコンを使っていたら、パソコンの効率は下がります。で、そういったような話なんですけど、なので、まあ、まず一つ対策としては、部屋の中の温度を、そうですね、まあ、25度ぐらい、23度から25度ぐらい、まああんまりね冷やしすぎると今度人間が風邪ひいてしまうんでね、体調悪くしてしまうんで、そんなバカみたいに下げる必要はないと思うんですけど、まあ、大体23度か25度ぐらいにしておくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、あともう一つはですね、ノートパソコンの方にはよく出てるんですけれども、冷却シートみたいなのを貼るといいっていう話ですよね。で、ノートブックの方に関してはそういった冷却シートっていうのが販売されているようなんだけども、デスクトップパソコンに関してはなかなかね、そういったものが売ってない。まあ売ってるんでしょうけど、なかなか発見しづらいっていうところですね。で、僕が考えたのはこちらね、はい、この箱ね、これ扇風機の絵が描いてあるんですけども、もう扇風機、卓上の扇風機ですね。こいつを使ってます。はい。で、特にね、この扇風機の、どっから出した扇風機ですっていう話ではなくて、ほんと普通にね、これ Amazon で買った普通の扇風機、もう1500円ぐらいで売ってるね、扇風機。ね、これなんていう、一応メーカー言っとこうか。一応ね、メーカーはね、これ多分外国製だと思うんだけども、レビゾムっていうね、2022年新発売の普通の扇風機です。まあ、こういった感じでね。まあ、通常は人間に当てて、まあ、会社のね、デスクとかにこうやって置いて、人間に当てて、まあ、作業を してくださいとか、あとキャンプに持ってったりして使ってねとか、こうやってちょっと明かりもついたりとかですね。あと、これ、ここに、なんかこういったスポンジが入ってて、このスポンジになんかアロマのね匂いを
入れて、まあ、ちょっとリラックス的なねこともできますよみたいなね、扇風機なんですけど、ちょっとこれもう今販売ね今してないね、もう売れちゃったのか、また今の部品供給ができてなくてしばらくお待ちくださいなのかわかんないけど、まあとにかくこれを買いました。はい。でこいつをですね、マックに当ててやる。ただそれだけの話なんです。はい。で結論から言うと、だいぶ、そのね、作業効率っていうのは良くなりました。はい。本当ね、それだけだったのかっていうね話なんですけど、ちょっと見せようか。ですね、これが今ね扇風機をね動かしてる状態で、 Mac の iMac の場合なんですけど、 iMac はここのね下面、ここから部屋の空気を吸い込んで、でこの後ろですね、よいしょ、見えるかな、このね、ごめんなさい、ちょっとベサマウントモデルなのちょっと見えにくいと思うんだけど、ここにね排気の穴があるんですよね。こっから排熱してると。はい、これが iMac の、まあ、熱のね排熱のやり方なんですけど、で、今お見せしたようにですね、こうね下の部分にこの扇風機をこいつをね当ててあげてるだけで、もうレインボーマークの登場ほとんどなくなりました。はい、です。もう最近はね本当ちょっとねかっこいいテキストを入れたりすると、もう、まあ、レインボーマークまではいかないけど、もう動作がもたついちゃってカクカクになっちゃったりとかねっていうのがあったんですけど、こいつを使ってからはそういったことが減りましたね。はい、確実にこれは変わると思います。もちろん部屋の中の温度っていうのは大事です。部屋の中の温度をまあね25度ぐらいに僕は設定していますいつも。はい、まあ、だから冬場はねもともと部屋の中って寒いのでね、空調を、じゃあでも冬も暖房を入れたりするのかな。はい、だからあんま部屋の中はねやっぱ暑くしすぎない方がいい、25度ぐらいにやっぱしとくのがいいかなと思うんですけど、はい、でこいつを使うっていうのが、良いということが分かりましたので、今日は紹介させていただきました。ちょっとねこの後プレミアプロのね動作の方もね、見ていこうかなというふうに思ってますんで、まあ耳寄りな情報として、チェックしていただければいいかなというふうに思います。それでは最後にプレミアの画面をご覧になっていただきながらお別れしましょう。もう13分も喋ってますね。はい、それではまたお会いしましょう。ピース。はい、それではプレミアプロの方に入って、ちょっとした、映像編集の説明と、このね、熱の関係とかをね、説明していこうかなと思います。ようやくね、GH6 のちょっとピント合わせがね、全然前半うまくいってなかったんだけど、やっとなんとなく分かってきた。うん。まだまだちょっと使いこなせてないなってとこですけども、少しずつ慣れていこうと思います。はい。それではですね、今プレミアプロの画面ね、これ、はい、少年がサッカーしてって、はい、街の風景に切り替わって、なんか森林の方に入っていくって言ったね、なんとなくこんな感じの、いい感じの動画ですね。はい、これに、ちょっとね、エフェクトを入れていきましょう。エフェクト。例えばですね、レンズズームとかをこうやって入れたりして、今適当に入れてますけど、はい、今ね、画面切り替えのエフェクト入れてみました。ちょっと再生してみましょう。はい、こんな感じでね。はい。なんか、こう、一個、こう入れて。ね、ザザザーとか。これがね、トランジションといってね、画面の切り替えをおしゃれにする、まあ、エフェクトなんですよね。はい。で、これを使ったことによって、今、この、プレミアプロ上のね、画面でちょっと赤いバー、黄色の部分と赤いバーが出てると思うんですけど、これ、赤くなったところが、まあ、コンピューターがね、かなりかかってる場所ですよっていうような意味と思ってください。まあ、正確に言うとね、ちょっと違うかもしれませんが、そんな感じのニュアンスでいいと思います。はい。で、まあ、これを解消させるにはですね、まあ、いろいろやり方があって、インからアウトで、エフェクトをレンダリングとかってね、こういうのをやると、まあ、まだね、赤から緑に戻ったと思うんですけど、
ね、こういったやり方もあるんですけど、尺がね長い動画とかだと今のレンダリング作業をやってるとかなり時間がかかってしまったりもするとかね、いろいろまああるんですけど、その辺のね、まあ、プレミアプロの、あの説明はまた次回やるとして、例えばですねここに、こういった文字のエフェクトを入れました。そしたらねほらバーがまたもう真っ赤っかになっちゃいましたね。はい、でこれをですね文字の大きさをちょっと揃えてもうちょい、よいしょか。はい、このねおしゃれな文字こんな感じでパワーって出てきてますよね。今もう気づいた方いると思うんですけど、今少年がねサッカーで登場するシーンあたりでもう画面がかくっついてるのがお分かりいただけましたでしょうか。ここでカクカクになっちゃって、あここでもたついてもたついてもたついてってなってますよね。この状態がもう今パソコンが重たいエフェクトが入ったことによってなんていうかな、中でこう一生懸命滑らかに再生させるためにパソコンがめっちゃ頑張って動いてるんですね。ってことはパソコンの中の熱がすごく発生している状態になります。そこで先ほどからね申してるんですけども、こいつを使ってまあエアコンから、冷たい風が出てきているので、冷たい風を中にね押し込んであげているというような感じですね。パソコンの中にその冷たい25度ぐらいに冷やされた空気の熱、空気をパソコンの中に入れてあげている。まあ普通にしててもまあ Mac が吸い込んでいくんですけども、よりねこいつでパワフルに、ね、熱交換ができるような仕組みを作ってあげています。はい、でさらにパソコンの裏側ですね、排熱するところ、排熱の熱っていうのがめちゃくちゃ熱い、まあ何度ぐらいか測ったことないけど、手でこうピッて触って熱ってなるぐらい、まあ、やけどするほどではないけれども、かなりの熱さ。で、その熱がね、このパソコンの裏側にこもります。はい。そうすると、おそらく、なんとなく、なんか熱効率悪いのかなって考えたので、そのこもった熱をこう、拡散、この大気にね、拡散させるっていう意味でも、このね、扇風機が非常に効率的かなというふうに思っております。まあどうしてもね、扇風機なので、全く音がしないかっていうと、そうではありませんので、まあそこはね、音気になさる方はね、ちょっと注意点かもしれませんが、パソコンのね、効率は確実に上がりますので、使用することをお勧めします。はい。こんな感じで。で、じゃあちょっとね、この文字を書いてみましょうかね。扇風機みたいな感じでね。変えて、今ちょっとカクついちゃってるけど、はい、扇風機っていう感じでね、動画は編集されました。というわけでね、こんな感じでね、僕は扇風機を使ってパソコンの熱対策をねしているといった動画でした。最後までご視聴のほどありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。